はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の加法定理の応用丸1、2倍角の公式編をお送りします。で、また加法定理に戻ってきてですね、まあ応用ってことで公式を動画で3本取っていきます。ここからね。で、まず2倍角で、次回が3倍角で、ラストが半角です。で、まあ公式って言ってるんで今回ポイントがあるんですが、でそれを含めて全部で6問です。で、コサイン 2α に関しては3つ、一応ね、よく載ってる3つがあるので順番別に関係ないんですけど、3つね、ぜひ覚えてください。いいかな。なので、できたらこうね、ぜひやってもらって、ちょっとね、わかんないのがあれば今から全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、いきましょう。で、2倍角ってことなので、今までは sinα、まあ、sinθ だったりね、 sinα、cosα、タンジェント α だったんだけど、そこの α を2倍する、だから 2α なんです。全部で2倍角の公式っていうのが決まってます。で、もうね、これは覚えるしかないので、まず sin2α からいきましょう。で、これが 2sinα cosα です。いいね、2sinα cosα で、実はこれはですね、もともと加法定理でやったやつのちょっとした、ね、応用なんです。応用って言わないと形を変えたもので、全部はやらないですけど、ここだけちょっと説明するね。これね、もともと sinα プラス β って前やったじゃんか。で、これ公式が、ちょっと待ってね、 sinα cosβ プラスコサインアルファサインベータだったでしょ。で、これのベータの部分をアルファに変えたものなの、これって。で、どうなるかっていうと、全部アルファに変えるよ。ここアルファ。で、こことここがアルファに変わります。そうすると、ここアルファ足すアルファだから、サイン2アルファになるでしょ。これになる。で、ここサインアルファコサインアルファです。これちょっと順番を、ね、入れ替えれば、サインアルファコサインアルファなんです。だから、sinα、cosα が2個あるから、足し算して、2sinα、cosα になっただけなの。いい？だから、もともとこの加法定理の β の部分に α を入れたんだよっていう。もし、忘れちゃったら、こうやって思い出すのもありです。これももともと cos の加法定理を崩したから、それを変えたものだけなので。いいかな？で、ちょっと消しちゃいますね。といった感じ。まあ、一番はね、すんなり覚えてしまう方がいいかなと思います。一回一回思い出すの時間もったいないんでね、テストの時。で、次が cos2α です。で、ここは3パターンね、あるんですけど、ぜひ全部覚えてください。で、根本としてはここを覚えておけば、あとは崩せます。直すことで、導くことができるので。で、cos2α は、cos2α です、まず。cos2α。で、マイナス、sin2α になります。これを覚えておくと言います。で、これの cos2α って1-sin2α に変えることができるじゃんか。前やったの、sin2+cos2=1 なんで、cos2=1-sin2α にすることができると。で、それをそこにぶっ込むと 1-sin2α -sin2α になるから、 sin2α が2個になる。で、-2sin2α になるから 1-2sin2α と変えることができるんです。で、同じように sin2α のところに今度は 1-cos2α を入れるので、そうすると2cos2α-1 となります。これがね。で、これはさっきも言ったように、ここを覚えておけば、それを崩すことで導くことはできます。でも、その前でも言ったように、思い出す時間ってすごくもったいない。わざわざこう計算してとかね。なので、ぜひ覚えちゃうといいです。全部よく使うから。で、個人的にはこっちの方がよく使うイメージがあります。これだと、コサインとサイン両方出てきちゃうんで、やっぱりこう、式やっていく上では、サインだけとか、コサインだけにしたいことが多いからね。だからしっかり覚える。ここもね。で、最後がタンジェントね。タンジェント 2α に関しては、これはもともとタンジェントの加法定理崩しただけなんだけど、こうやって1、
これぐらいして1マイナスタンジェント事乗アルファ分の2タンジェントアルファと、こうなります。これが2倍角の公式です。で、それを使って下の問題、今アルファは2分の π から π です。つまり90度から180度ね。で、sin アルファだけ出てる、その時に sin 2アルファ、cos 2アルファ、タンジェント2アルファを求めていくと。で、これ求めていくんだけど、見てわかるように sin も cos もタンジェントも必要なんです。で、今 sin しかないから、まず cos タンジェント出しに行きます。普通にで、まず sin が分かってれば cos は導けると。で、何使うかっていうと、さっき言った sin2 乗足す cos2 乗イコール1、もうこれよく使うからね。なので、まず cos2 乗 α イコール1マイナス sin2 乗 α です。だから1マイナス2乗すると16分の7で、これ16分の9になるから、ちょっともうね、板書の関係で暗算しちゃうけど、2乗を消すとプラスマイナス4分の3になるんです。で、ここで範囲が生きてくる。これのアルファ第二象限です。90度から180度、まあ左上のゾーンだね。で、左上のゾーンっていうのは コサイン X 座標だから、 X 座標は負でしょ。だからプラスは取れないので、今本当はね、これよりって書いた方がいいんだけど、コサインアルファはマイナスの方を使います。これでコサイン OK で、サインもコサインも出てればタンジェントは出せます。なぜなら、タンジェントアルファイコールコサイン分のサインだから。いいね。タンジェントはコサイン分のサイン。で、コサイン分のサインでしょ。で、分母が同じときは切っちゃえばいいから。だから、コサイン分のサイン、マイナス3分のルート7になります。タンジェントアルファイコールマイナス3分のルート7と。いいね。で、これが分かったので、あとはもう計算していくだけです。公式に当てはめてね。よし、入るかな。行こうか。まず4番、 sin 2α、 もう上にね書いてある公式通りです。 2×sin×cos だから sin が4分のルート7で、 cos がマイナス4分の3なので、まあ約分項1箇所してね、残ったのがマイナス8分の3ルート7とね。まあ公式当てはめるだけだからね、ここはね。で、次コサインいきましょう。で、コサインは3通りもあります。もうやりやすい、使いやすいやつ使うといいです。1番はね、で、個人的にはどうしようかな。コサインの値がまあ2乗すれば別にそんな苦じゃないんで、こっちでいいか。サインが出てるからこれ使いましょう。これは sinα の値だけでいけるので、これだけ使います。ちょっと上上げるよ。で、cos2α イコール 1-2sin2乗α だから 1-2× これの2乗です。で、これの2乗は16分の7、2がいるから約分して8分の7になります。つまり8分の1とね、すごく簡単に出すことができる。これどれ使っても絶対同じ答えになるからね、どれ使っても大丈夫です。いいかな。で、最後タンジェントいきましょう。で、本当はもっと簡単に出す方法あるんだけど、今回わざわざ公式書いてるので、ちょっと公式使ってやっていくよ。本当はしなくていいんだよ、もっと簡単、後で言うからね、ちゃんとね。で、6番、タンジェント 2α、はい、分数いくよ。で、タンジェントがどうこうだっけ、これか。なので、まずここ2乗します。で、1マイナス、これの2乗は9分の7です。ね、9分の7。となる。で、上はタンジェント α に2をかけたものなので、まあ、ややこしいよね。分数分の分数になるからね。マイナス3分の、これタンジェントだからね、2ルート7になります。で、分母は計算すると9分の2です。で、よく前も言いましたけど、例えば、ペンを置こう。5分の3。またごめんなさい、出しちゃって。5分の3っていうのは3割る5です。小学校でやったようにね。5分の、こうなると。だから同じように、分子、分の、あ、ごめん、分子割る分母を計算すればいいから、右行こうかな。マイナス3分の
2ルート7割る、ここ9分の2だから9分の2。で、これ逆数にすればいいから、ちょっと逆数にしちゃうか、もうね。かける、2分の9にすれば消えるし、こう、まあ消えるんだよね。で、残ったのが、マイナス3ルート7と。公式をちゃんと使うんだったら、これで OK。で、なんでこんなことしなくていいかって言うと、タンジェントを求めたいじゃんか、結局。タンジェントっていうのは最初にやったようにコサイン分のサインなのね。で、これはもともとタンジェント、まあアルファで書こうか、タンジェントアルファっていうのはコサインアルファ分のサインアルファって求められるでしょ、コサイン分のサインだから。で、今タンジェント2アルファ求めたいんで、ここが2アルファになってる、こうやって。そしたら全部の場所が2アルファに変わってくれれば、これ使うことができます、別に。ってことはタンジェント2アルファ、それはコサイン2アルファ分のサイン2アルファって分かれば、コサイン2アルファこれでしょ、8分の1分のサイン2アルファこっち、マイナス8分の3ルート7、これ分母が同じで切れるんで、結局1分のマイナス3ルート7、つまり1分の書かなくていいからマイナス3ルート7になるじゃんっていう、こちらが絶対に早い。して計算ミスが少なくするっていうのが使うことができます。だから最初にね、何回か使ったけど、サイン2乗プラスコサイン2乗イコール1ってよく使うでしょ。それ、サイン2乗2アルファ足すコサイン2乗2アルファイコール1も使うことができます、別に。2アルファ同士でちゃんと書いてるから。あ、それ使って解くこともできるんだけどね。一応今回は公式がメインになってるので、公式を使って解いてみました。まあうまくね、その辺は使いこなしてもらえたらと思います。では、今回は高校数学数2の加法定理の応用丸1、2倍角の公式編をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回が最初にも言ったように3倍角です。で、3倍角の方はポイント抜きで証明問題でやっていこうと思ってますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。